どうもこんにちは。今回はですね、幕開けで販売中のリッチモンドさんのゆったり快適一人用テントというものをご紹介したいなと思います。早速内容物を見てみますが、作りはですね、ワンポールテントのようなものなのでとてもシンプルです。インナーシートとフライシート、そしてペグ類とロープ類、そしてポールを止める用のベルトもついてます。ポールはですね、3本入ってまして、2つはですね、二股ポールにするためのもの、1つはですね、前室を跳ね上げるためのものとなってます。でこれが袋なんですけども、袋にはですね、こんな感じで説明書がついてます。まあ、とりあえずね、広げてみましょうか。とりあえず広げたらこんな感じで、四角形にします。四角形にしてからですね、ペグを打っていくという感じになります。ここまではすごく簡単ですよね。このね、端っこにファスナーがあるので、ファスナーをですね、開いていきます。次はポールですね。こちらのね、ポールを組み立てていきます。このポールはですね、もう元からですね、二股ポール、人気ですよね、二股ポールになってますので、あ、これはあれか、こっちが先っぽ用ですね、こっちが先っぽ用か。まあ、最初からですね、こんな感じの二股ポールになってるので、こんな感じで刺してあげれば OK です。で、ポールをね、つけるときなんですけど、最初でこの状態でやった方がいいと思います。片っぽだけで中に入った方が作業がしやすいかなと思います。まあ、普通のワンポールテントと同じですよね。このてっぺんに合わせて、ポールを入れていくと。よいしょ。で、中入ったらですね、同じように、もう一個のポールを、これじゃなかった、これですね、もう一個のポールを中に入ってから組み立てるっていうのがね、いいかなと思います。これがね、中が結構熱い。よいしょ。これでポールは立ちましたよね。次がここですね。ここに出入り口をつけていきましょう。で、ここのポールですけども、どうだろうな、ロープは1本だけでもいいと思うんですよね、僕は。うん、こんな感じになるんで、1本でも十分かなって感じはするかな。まあ、これぐらいの位置に貼りましょうか。こんな感じかな。このままだとね、さすがに暑いんで、後ろを開けようと思います。こちらですね、後ろ側にもファスナーがあるので、これを開けちゃいます。よいしょ。で、これを巻いておきましょうかね。もうよし。さあ、今度はですね、これをもうちょっとね、広く使いたいよねっていうことで、テントのね、居住性をもうちょっと上げようと思います。こちらですね、ここに、ロープを張ってペグで打っていきます。そうすることによって、倒れにくくもなるし、中の、ね、居住性も、広くなって上がるっていうね、一石二鳥のところがあるので、だいぶ、ね、安定感も増したんじゃないかな。うん、でやっぱり後ろは、ね、開けとかないと暑いなと思いますね、夏なんで。この生地がですね、何年製の素材を使ってるってことなんですけども、多分それもあってでしょうね、やっぱり暑いので、こういった使い方がね、いいんじゃないかなと思います。で、今度はね、こいつですよ、インナーを取り付けましょう。これね、前と後ろがどうもあるっぽいんですよ。ここにね、フックがあります。一番上にかけるフックなんですけども、これをですね、ここにかぶせるところがあるので、ここに結構引っ掛けます。で、あと付属してたね、こちらの、なんて言うんだろう、ベルトはね、おそらくポールに通すんだと思います。ポールにベルトを通して、多分固定するというか、ちょうどいい感じにするのかな。今ですね、組み立てようとしたら、このベルトが通んなかったんですよね。ベルトが通らないっていうことは、このね、二股のポール、これが広がりすぎだと思うんで、一回ね、ちょっと全部でやり直してみようと思います。もっと背が高くなるのかも。こうか。
だいたいこういうことやってるとね、ハンマーなくすんですよね。今度はね、中に、このインナーですよね、インナーを設置していきます。一番下の部分をどこにかけたらいいのかがよくわかんないんですけど、まあ、ポールにかけるのが一番いいのかな。こんな感じですかね。それではここにコットでも入れてみましょうか。コットを入れるとこんな感じですね。まあ、一人用のコットであれば十分入りますし、奥の方がねちょっと余裕があるかなという感じです。さあどうでしょう、セットしてみるとねこんな感じです。暑いなやっぱ。やっぱりね夏にはちょっと向いてない気がしますね、このテントは。秋春冬、それぐらいの寒い時期だったらねすごくいいと思います。スカートもついてるし暖かく過ごせて、ね、いいと思うんですが、やっぱりね通気性が悪い、後ろの方とか特にですね通気性が悪いので、ここいるだけでちょっと汗吹き出す感じですね。でこちらはですね内側の上の部分なんですが、ここにねベンチレーターがあります。ベンチレーターがあるんだけど、ここにもねポケットがあるので、この辺ね今手入れるとねすごい涼しいんですよ。だからここすごい換気してるんですよね。換気してるから、ここをねうまく使えるといいんじゃないかなと思います。ここのポイントとしては、ここに一応小型扇風機が入るようにってことで設計されてるらしいんで、まあ、確かにねここに小型の扇風機入れると余計に涼しく感じたりするのかなという感じはします。さあそれではねお昼ご飯買ってきましたんでいただきましょう。まあ、先々でですねご紹介できればなと思ってるんですが、実はね今僕ねダイエット中でして、ダイエットをね頑張ってるとこなんですよ。なので、ちょっとね食事の量も少ないかもしれないんですが、まあ、少ないというか昼はこんなもんかな、いつもこんなもんだったりしますけども、冷たいコーヒーいきましょう。冷たいコーヒー、冷凍ってやつですね。喫茶店でね冷凍一つとか行ってみたいけど行ったことないんだな。このね大道ブレンドの M コーヒー、これがね甘くて最高なんですよ。めちゃめちゃうまそうじゃないですか。一応ねそのダイエット企画をやってるってことで、今日7日目なんですけども、この7日間のね食べたご飯ある程度取ってます。まあ、飲んだものとかねその辺はちょっと記録つけてないんですけども、なるべくね写真撮るようにすると暴飲暴食しなかったりするので、なんかありますよねそういうなんか記録するダイエットみたいな。まあ、確かにそれはねありなんだろうなって感じはしますね。じゃあコーヒーいただきます。いやー冷た。ドレッシングとかねノンオイルとかにしようかなともちょっと一瞬考えたんですけど、食事制限をねしないっていうダイエットをしてるので、ただお酒を断ってるだけですね。なので脂っこいものも食べるしね、別にオイルぐらい入っててもいいだろうということで、ごまドレッシングにしました。さあそれではですね寝床の中ちょっと入ってみましょうかね。寝床もですねこうやって開放的にすることはできますね。まあ、ちょっと夏はね虫が入ってくるからこの状態にはきっとできないとは思うんですが、
まあ、一応こういうこともできるっていうことで、よいしょ。ああなるほど。ちょっとこっちが落ちてくるかな。これですね、端っこね、ここまであるんですよ一応ね。ここまであるんだけど、ゴムとかをペグとかで止めたりすれば落ちてこないんで、まだ広く使えると思うんですけど、この辺ちょっとデッドスペースになるかな、この状態だと。まあそれ以外の横幅とかに関してはまあ文句はないかな、全然問題なく寝っ転がれるでしょう。ただやっぱりこっち側ですね、こっち側ができれば全部メッシュでもよかったと思う。この一面だけがメッシュっていうのがね、ちょっと残念ですよね。ここもメッシュ、ここもメッシュ、ここもここもメッシュだったら、まあ、だいぶ涼しく過ごせると思うんですが、きっとね結露防止とかそういうことでやってるんだと思うんだけど、まあ冬はね全然いいと思いますよ。冬はいいと思う、冬はいいと思うけどって話でね。でも冬だったらむしろこのインナーテント使わないかもしれないですね。もっと広く使いたいっていうので外してしまうかもしれないんで、全面メッシュにした方が良かったんじゃないかなって感じはしますね正直。まあ、ちょっとこのタッセルをまた緩めますか。緩めて、こう締めてみると、まあ、最初に設定した通りにですね、こんな感じで過ごすこともできるんですが、やっぱりねこれだと暑いです。すっごい暑い、なんかもう締め切った車の中ぐらい暑いですね。なのでやっぱりねちょっと通気性がどうかなってところがありますね。冬は絶対いいと思うんですけど、夏場の快適性を上げようと思ったらやっぱりここは開けるべきかなと思う。ここが開いてるだけで全然違いますねやっぱり。であとこのねテントの生地ですよね、テントの生地なんですけど、難燃性基準 CPAI84 を取得とありまして、普通のねテントよりかは燃えにくいという感じになってるんだと思います。まあ、TC とは全然ねまた違うんですけども、普通のテントより燃えにくいので、まあ、例えばですねこの辺でガスランタンとか使った時に、ここからね熱が上がりますよね。熱が上がるのでこういうところとかが、普通のテントだと怖いと思ったりするんですが、一応ねこの難燃性基準クリアしてるっていうことなので、わりかし大丈夫なんじゃないかなと思いますね。なんか触った感じもね普通のポリエステルとは確かに違うんですよ。なんて説明したらいいか分かんないけど、こう触った感じがなんとなく違うのが分かりますね。であとはこの縫い目のあたりとかですよね、縫い目のあたりにシームテープっていうんでしたっけ、防水のテープですね、防水処理ですよね、それがちゃんとされてます。全体的にこんな感じになってるので、まあ、この辺の防水性に関してもね問題ないんじゃないかなという感じがしますね。すごく綺麗に防水処理がされてます。で今回ですねこのテントを使った総評みたいな感じなんですけども、まあいろいろちょっとお話ししていきたいなと思うんですが、まず色合いに関してはね、まあ、結構いいんじゃないですか。これも緑とかね好きな人結構いると思います。で、テント自体の大きさ、テント自体の大きさなんですけども、まあそれはね2人とかここで過ごそうと思ったらきついですよ。きついけど、そもそもがねソロ用テントっていうくくりで、まあ、そういう感じでね設計されてるんで、まあソロで使う分には全く問題なく広さ的にも十分じゃないかなと思います。であとこの茅の部分ですよね、茅の部分も、まあ、1人だったらね全然、過ごせると思います。で奥の方がねちょっとデッドスペースにはなるんですけども、この奥の部分っていうのは、まあ、荷物を置いたりとかすれば、その分ですねこうなんて言うんでしょう、こっち側に押される感じになるので、まあさらに広く使えたりするのかなという感じがします。あとはですねテントの高さに関して言えば、まあ、サーカスとかと比べるとねそれは低いんですけども、
まあソロ用なんでこれこそねやっぱり十分じゃないかなと思います。でこんな感じでテーブルを置いて、こっち側に荷物ですね。でここにもテーブルで、そしてまた荷物という感じで過ごせば、まあ本当手の届く範囲に全部ある感じで、まあ本当ソロ用だったらこれで十分じゃないかなって感じですね。まあソロ用のテントね、いろいろありますけども、何を求めるかだと思いますね。そのすごい広い居住空間が欲しいのか、それともこじんまりした感じで過ごしたいのか、雨にね強いテントが欲しいのか、燃えにくいテントが欲しいのかとか、まあ、このテントがね春夏秋冬使えるかというと、まあ、夏は暑いよなって感じするんですけど、先日のキャンプはねこれで泊まったりしたんですけども、まあ、その日雨が降ってまして、まあ、だいぶ涼しくなったんですよね。涼しくなったんで全然この中で過ごすこともできましたね。で、雨はね全く問題がなかったので、まあ、気温によるって感じなのかな。まあ、すごいねこんな感じで太陽が出てる中では、だいぶ暑いと思いますけど、まあ、それもねずっと太陽が出てるわけではないですからね、夜は来ますし、まあ、そう考えると全然ありなのかな。さあということでですね、今回はゆったり快適一人用テントというものを紹介しましたけれども、まあ本当ね名前の通りゆったりと一人で快適に過ごせるようなテントなんじゃないかなと思います。でこちらのテントはですね今幕開けでクラウドファンディング中ということですので、気になった方はですねぜひ概要欄を見ていただいて、商品ページの方を、ね、チェックしていただければなと思います。それでは